朝日新聞社が朝日新聞を27年ぶりに値上げ、7月から月決め4400円になると発表しましたね。そうですね、4100円ぐらいだったのが4400円にするってことですね。27年ぶりっていうのはもうよっぽど今経営努力が限界に達してると。まあそうですね、まあいろいろとなんかコロナのせいにしてあげれると思ったんでしょうね。まあでもこれしょうがないですよね。これ新聞も1993年には820万部の売り上げだったのに、昨年は500万部を割ってきたと。じゃあ年間で 5% ぐらいの水準でどんどん売り上げが減少していってるというかね。はいはいはい。もともとその新聞業界ということ自体がもう今は必要とされてないというかね、まあ、昔であれば結構ネットがない頃っていうのはこういったニュースメディアっていうのはね、はい、役割があったんかもわからないですけども、まあ、今は新聞読むよりもネット見た方が早いからね。いや早いですよ本当に。だまあその辺で今だからネットで需要があるところって言ったら、まあ、おじいちゃんおばあちゃんしかいないかなって感じで。そうですよね。で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんはどうせ金持ってるやろから値上げしても大丈夫やろって感じで値上げしたってことでしょうね。でもこの値上げをきっかけに多分また解約する人も出てくるでしょうね。たくさん比較的世代的に若い世代っていうのは解約する人多いでしょうね。若い世代で今新聞頼んでる人なんているんですかね。もう500万部も売れてること自体がちょっとびっくりというか。はい、まあ、若い世代って言っても、まあ、60以下ぐらいの若い世代というかね。もう無料で何ぼでも記事ねネットで見れば出てくるのに。だからまあスマホ世代が解約していくんじゃいますかね。一気にね減るとは思いますし、まあ、言うてもまあパソコン持ってない人は結構多いやろうから、まあ、スマホだけでニュースを済ませるか、まあ、新聞も必要っていう形なのか、まあ、その辺ではなってくるんでしょうけど、はいはいはい。まあ、今はねほとんどのメディアとかも大体ネットとかの、まあ、電子版とかの新聞に切り替えていってますからね。ああですよね。まあ、新聞紙とかしたらなんかあのゴミになっちゃいますからね。なりますね、かさばるし、うん、まあ、解約する人も増えてくるかなって感じで。毎月4400円って結構ね固定でかかってくるって考えたら、まあ、よく皆さん払ってるなとちょっと思ったりしますけどね。毎日だから150円ぐらいかな。だからね、そんな感じで。まあ少ないといえば少ないかもしれないですけど、なんかネットを知ってる側からしたらよく払ってるなと思いますけど ね、まあ、ね。だってまあ昨日のニュースを知りたいのに毎日150円払わなきゃいけないってことやからね。本当そうですね、うん、いやまさにその通りで、まだそれでもこう何百万部って売れるから新聞を一気に廃止するってことにはできないんでしょうね。そうですね、ちょっとでも売り上げ上がるし、まあこれでまあ値上げすることによってまた部数は減っていくでしょうからね、余計に。あーですね。で、まあ、部数が減ると今度は逆に広告収入が減りますからね。あー確かに。広告収入っていうのはこんだけ部数の人に読んでもらってるんで広告費はこんだけですよって感じでするじゃないですか。今年はこんだけしか見てくれなかったんで広告費だから下げざるを得ないじゃないですか。確かに、うん、まあ見てくれる人が少ないわけから広告効果が減ってくるわけだから当然ね広告費用も下げていかないといけないんで、まあ、そう考えていくとどう考えても負のスパイラルになるというかね。だからあの読売新聞がねマクドナルドと提携してあの配達員が、はいはい、マクドナルドも配達するっていう形もね最近発表されてましたけど、まあだからそこはネックなんでしょうね。本当は全部電子版に持っていきたいんだけども、はい、そうすると配達店舗の人を全員クビしないといけないっていうかね。そうですよね、結構人数いますもんね。なんとかしてこう新聞と掛け合わせて売り上げを上げる形をまた模索していくんでしょうね今後も。いきなり明日から全員クビっていうことができないでしょうね。訴えられそうですもんね逆に。なんか、うん、いきなりクビなんて生活どうするんだみたいな。そうですね、まあ、その辺で今どうしようかなって感じで、まあ、実際今年の3月に発表した決算とかでも何億円の赤字だったか、441億円の赤字って形でね、すごい額ですね。2021年3月期の連結決算とかで売上自体も前年比で 16.9% 減っていう形で、はい、2937億円っていう形で、まあ、普通ね売上減ったらね値上げしないんですけどねあんまり。月4400円もあれば今となれば携帯ねスマホもう1台持ってますから、まあそうですね、もうね新聞本当にいらないんですよね。4400円ってスマホ2台持ってますからね。いや確かに確かに。まあ本当に年配層だけがちょっと解約せずに残ってて、でもどん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 なくなっていくんでしょうねこれが。まああれどんどん衰退していって、まあ、新聞業界自体はねなぜか消費税増税の時も軽減税率の対象かなんかになって、あ、まあ、いろいろね、まあ、メディアとかの忖度とかあるのか分かんないですけども、まあ、昔だったらまあね情報っていうのが価値だったっていうかこの、ね、新聞の情報が価値だったんですけど、まあ、どんどんまあ衰退していってね。ただまあ朝日新聞の場合はもともと新聞では赤字を出して不動産で黒字を出してなんとかやってたらしいんですけども、はいはいはい、ただ去年に関しては不動産に関してはコロナの影響を受けたかも分かんないですね。ああまあそうでしょうね。コロナによって、まあ、なんかリモートが増えたから店舗いらないかって感じで解約していって、うん、逆に
まあ、その新聞自体は値上げしてるかも分かんないけども、はい、不動産の方は空き物件が増えて値下げしてるかも分かんないですね。あ、確かに今なら安くというか、うん、まあ、この辺がどうなのかなと思いますけど、あとはまあ廃価になっていくしかないんじゃないかなと思いますけど、このままね何も対策をしなければ。そうですね、値上げなんかしてもね無駄でしょうから、ただ単に広告費を避けていって負のスパイラルになるだけだと思いますけども、この辺に関してはねどういう風に感じたのか、よかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとはチャンネル登録、またはシャトルクの方もお願いします。よろしくお願いします。